レールダル社のナーシングアームをご紹介しますこれは患者さんへのさまざまなケアのトレーニングができる全身患者モデルですまずは頭部目の洗浄や点眼の練習ができますまた耳の洗浄や微出血に対するノーズパッキング KB チューブの使い方を練習することもできます チューブの長さを確認した後、鼻孔に挿入します。適正な長さのチューブが体内に入ります。また、口や鼻への気管チューブの挿入とケアの仕方を練習することもできます。様々な酸素吸入器に対応しています。酸素加入レ、酸素吸入マスク。 ネブライザーなどのトレーニングが可能です内蔵された咳の音で看護師のケアに反応しますまた外部マイクを使って声を出すことも可能です魏師のケアの際には上下の歯を取り外せます気管切開チューブの挿入口もあります 頸動脈で脈を取ることができます右液化中栓の穴はドレーンチューブのシミュレートが可能ですナーシングアンの腕は2種類用意されています1つは血圧測定用アームです頭骨と上腕で脈が取れます もう一つは IV アームです。三つの静脈で静脈注射のシミュレーションができます。成長非静脈、尺足非静脈、等側非静脈があります。七箇所で筋肉注射や皮下注射の練習ができます。三角筋、腹部、背側腹側の両臀部、両足の大腿部です。正常な胸部と オプションで異常のある胸部が用意されています。乳房触診モジュールでは5ミリから2センチまでの様々なタイプのしこりが触診できます。左の乳房を切除し、ドレーンを装着した乳房切除術後モジュールを選ぶこともできます。超診機能では右の肺、左の肺、心臓、 胸部の正常異常の両方を聴診できます人工肛門、人工膀胱、カテーテル用の穴です人工肛門、人工膀胱は洗浄の実習ができます産後子宮底モジュールを使用すれば子宮底の診断とマッサージを行うことができます 外性器は出産直後の状態になっておりえいん裂傷や自覚のケアができます男女両方の性器でカテーテル挿入の練習ができます足は動かしやすく関節はあらゆる動きに対応します 処置がしやすいように、かかとには滑り止め加工が施されています。つま先は包帯の練習用に指が1本ずつ分離しています。